はいどうも、水ぎゃんです。皆さん、11月になりました。で今年もこう残すは、11月と12月、この2ヶ月間だけでございます。で今年もですね、1月から10月まで、YouTube 界でいろんな事件そして炎上とかがありました。で今日はね、まあ、それをテーマにして、話を、していきたいなとで思います。でざっくりなんですけど、ホワイトボードにこう誰が炎上したか、どういう事件が起こったかについて、書いてみましたので、よかったらまあね見てくださいということで、はい。でまず一番最初、いやもうこれ衝撃だったね、真琴くんね、付き合っていた、彼女がいて、その彼女のね顔面を踏みつけたりとかするような、ドメスティックバイオレンスをやってしまったということで、逮捕、されたと。でそれから、年末までこう最低、まあ、謹慎というですね、処分が所属事務所のこうウームから、まあ、発表されたというエピソードがありました。まあね、女だからとかではなくて、そもそもこう人に対して、物理的なこう暴力を働く人間は僕はクソだと思っています。いやこれもね本当にね、真琴君のファンで、まあ、YouTube の中でめちゃくちゃ多いじゃないですか。でいろんな人にこう衝撃を与えたこう事件だったなと思います。続きまして、レペゼン地球ですね。まあレペゼン地球もうそれこそね、まあ一昨年去年ぐらいからすごい、まあ、注目を浴びた、まあ、人たちなんだけれども、まあその自分の、まあ、DJ 社長のこう事務所にこう所属している、まあ、女の子を使った、まあ、偽セクハラ、まあ、偽パワハラ問題で、まあ、炎上してしまったということで、まあ、その炎上のこう、まあ、余波を受けて、でまあ、かねてからの、まあ、レペゼン地球の夢だった、ドームライブが、まあ、中止になるというですね、まあ、結構悲劇だと何だかは分かんないんだけれども、まあ、やっぱりこうセクハラとかパワハラっていうのはね、やっぱりね被害を受けてる、まあ、女性であったりとか男性っていうのは、まあ、この世に多いということだし、やっぱり今ね、まあ、こう世の中で、まあ、結構、まあ、問題になってるものであるから、まあ反感は買ったよねっていう話だと思います。いやまあでも本当にね、まあ、ひどかったなというような話。やっぱパワハラとかねセクハラとかに関しては、まあやっぱりね、あのネットとかでこう告発をしたとしても、はい嘘をつみたいなネタだろうみたいな感じ で告発をした側がこうバッシングされる傾向に今まであったんだよね。でそういうまあ傾向であったりとか、そういう流れにこう拍車をかけてしまう。でセクハラパワハラをこう告発するような、まあ、人間がこうこれからこう出てきた時に、どうせ釣りなんでしょってこう言われかねないような、まあ、事例を作っちゃったっていうのは、まあ、あんまりよろしくないよねっていう話でございます。で、3つ目がですね、頼人くん、まあ、頼人くんに関しては、まあ、付き合っていたのか付き合っていなかったのか、まあ、よくなんかわからない関係性だった、まあ、その女の子、まあ、17歳なんだけどね、その女の子に対して、まあ、そのホテルで、まあ、淫行を働いたということが、まあ、暴露されて、まあ、炎上しました。でかつね、まあ、その女の子に対して、まあ、脅しじみたような、まあ、言動もまとっていたっていうことで、まあ、それもこう暴露されてね、まあ、なおさらこう火が大きくなったねっていうような話で、まあ、頼人君自身も、まあ、活動をまあ休止している、まあ、みたいですということでございます。はい、で続きまして上ブログでございます。はい、上ブログ、まあ、道路交通法違反ですね、まあ、簡単に言えば。でまあ、渋谷のこうスクランブル交差点の、ね、ど真ん中にこうベッドを運んで、そこにまあベッドを置いてこう寝るという動画をまあ撮って、ね、炎上したと。でこれに関しては、まあ、渋谷警察署の方も何があったんだということで、まあ捜査をして、で結局まあ上ブログ含めて、まあ、数名がこう書類送検をされたというね、まあ、事例でございます。まあ、かねてからねやっぱりねバーを開くときに、でクラウドファウンディングを使って、まあ、ファンからこうお金を集めるっていう行為に関して、まあ、すごくまあ反感を買っていた、まあ、さなかに、まあ、ジョーブログ自身が、まあ、アンチが多い時にこうやってしまったなっていう印象だし、まあ、こういうことはね絶対にやっちゃダメだよっていうね話でございます。はい、で続きましてがですね、ユタボン君、まあ、ユタボン君っていうのは、まあ、沖縄県に住んでる、小学校5年生だったかなの小学校4年生だっけの男の子なんだけれどもね、まあ、不登校系 YouTuber というね、まあ、ある種、まあ、世間からはまあ肩書きをまあもらってるっていうことで、まあ、その死ぬぐらいだったら学校に行くなっていうね、まあ、このねメッセージをね、
まあ、発信してるんだけれども、まあ、ユタボン君よりもどちらかというと、まあ、僕はねユタボン君のお父さんの、まあ、自称カウンセラーをこう名乗ってるユタボンパパの方がちょっとまあくせ者かなっていう感じはしながらも、まあ、最近ちょっとね、昔に比べると、まあ、その評価が、まあ、上がってきた、ね、まあ、YouTuber でございます。やっぱりね、まあ、そのユタボン君の場合は、まあ、反感というよりはどちらかというと、まあ、ネットのおもちゃにこうなりやすい、まあ、タイプだったっていう、ね、だからまあユタボン君自身も、まあ、いろんな人たちから、まあ、いじられて、でネットのおもちゃにこうなったけれども、まあ、その地道にこうやってこう YouTube でこう活動を重ねていくにこうつれてこう評価がこう、ね、変わっていった人のうちのこう一人なのかなっていうふうにで思います。で、続きましてですね、バズ、ワカニャンでございます。まあバズといえばですね、やっぱりまあ僕の中では、まあ、宿敵だと、ね、思っているのかな。まあでもあの視聴者からすれば、まあ、バズ VS、まあ、ミズニャンって、まあ、それこそ2017年の、まあ、ヒカル・ラファエルで禁断ボーイズの一君の、まあ、バリュー騒動もあったりとかして、まあ、あんまりなんかそのね、まあ、仲良くないのかなっていうなんかイメージは持たれがちだけれども、まあ、実際こうね僕はねバズの人とも、まあ、ご飯食べに行ったこともあるし、でまあ連絡も取ったりとかすることもあるし、まあ、比較的も関係は普通です。でまあそんなですね、まあ、言うてバズという、まあ、事務所があるんだけれど、まあ、有名どころはスカイピースとかネオちゃんとかね、まあ、いる事務所なんですけど、まあ、そこにこう所属していた、まあ、ワカニャンという YouTuber がいたと。でワカニャンがこうバズにこう所属しているね、まあ、他の YouTuber から、まあ、いじめを受けていたと。でバズからその給料が払われていないということを、まあ、告発したと。でもちろんそのバズ側は、まあ、給料の未払いはないよとね、ワカニャンの、家の家賃をむしろなんかそのバズがこう肩代わりしていたんだとねいう話とかもしてたりとかして、まあ、ここはここでもう実際ね、まあ、裁判になってるのかどうかわかんないんだけれども、まあ法廷闘争までこう行っちゃったっていう、まあ、ケースで、ございます。で最近なんかワカニャンはね、カップル YouTuber やってたのに、まあ、いつの間にかその彼氏のね斎藤隊長っていう人とまあ別れてしまい、でそしてまあ今はねこう韓国でまあ活動しているみたいですということでございます。で続きましてですね、立花隆さん、まあ、立花隆さんといえばね、まあ、僕とまあコラボして、まあ、僕のこう動画ね、まあ、28万再生ぐらいいって、で、まあ、今年でこうね、まあ、今年上げたまあ動画の中では、まあ、上位3つに入るぐらい再生数が多かったこう動画なんですけれども、まあもともとね、まあ、NHK からこう国民を守る党という、まあ、政党でね、まあ、NHK の集金人に困っている人たちを守りますと、 NHK の集金人からね人々を守りますというね、まあ人ですよ、まあ、NHK をぶっ壊すっていうキャッチフレーズがすごく有名かな。でそんなまあ立花さんがもともと自分の党にいた、まあそのね、区議会議員の男性の人を、まあ、動画上でこう脅迫した疑いがあるということで、まあ、警察にこう書類送検をされたという話でございます。まあ、立花さんはね本当参議院選挙に当選、参議院選挙の前まではチャンネル登録者数16万人ぐらいしかいなかったのに、いつまにかもう今やね50何万人のチャンネル登録者数がいると。でメンタリスト DAIGO であったりとか鴨頭さんであったりとか堀江門からも評価されたということで、でまあ今年一番ねこうバズったにこう等しい、まあ、話題になったに等しい、まあ、YouTuber なんじゃないかなというふうに、ね、思っています。まあ、最近ちょっとね、落ち目にこうなりかけてますけどね。で続いてが、テンチム、ね、テンチムでございます。まあ、テンチムさんねすごい稼いでるらしいですよ。なんかどっかのこうなんかネットニュースで見たんだけれども、まあ、テンチムさんのね、まあ、1ヶ月のこう収入がなんか1億円みたいな話を聞いたんですけど、まあ、それこそなんかねチャンネル登録者数、まあ、100万人もいってて、で僕はあのテンテレ時代すごく、まあ、好きな、ね、この一人でしたということなんですけれども、まあ、そんなこうテンチムちゃんがね、まあ、医療ステマですよ、まあ、簡単に言うと。で、まあ、それでまあ炎上してしまったと。まあ、どういう医療ステマやっちゃったのかっていうと、まあそのね、糖尿病とかのこう治療とかにこう使われる、まあ、そのインスリンの分泌をまあ促すのを、まあそのね、痩せ薬としてで、まあ、動画でこう紹介してしまったということで炎上してしまいました。まあ、その医療ステマって結構ね、まあ、YouTube とかもねもうちょっとね問題視するべきものなんだけれども、まだまだね YouTube のねそっち方面のこう規制が緩いからね、まあ、その YouTube 上で、まあ、いろんなこうなんかエセ医学みたいなのがこう出回っちゃってるようなこう状況になってると。
でそれにこう片棒をね担ぐ、まあ、お金をもらったりとかして片棒を担いでる、まあ、YouTuber もいるのかなっていう感じなんだけれども、まあ、テンチムちゃんに関しては、まあ、お金をもらってるかどうかに関してはねそれはねわからないけれども、実際まあね、あの医療、まあ、ステマの、まあ、片棒を担いだって、まあ、言ってもおかしくはないんじゃないかなというようなことを、まあ、やっちゃったということで、まあ、炎上しちゃいましたねという話でございます。で、まあ、最後がですね、メグウィンさんとこうファルメテで、ファルメテの方はもうね解散したみたいなんだけれども、まあそのファルメテっていうのは、まあ、ファルコンさんとメテオさんというこの2人でまあ結成されたね、まあ、YouTube のこうユニットなんだけれども、で元々ね、メグウィンさんの、ね、会社でこう働いていた人なんですよね。でファルメテ2人が、まあ、そのメグウィンさんの会社でこう働いている最中にパワハラを受けたとか、であとは、まあ、給料が、まあ、その払われてなかったようなことをね、まあ、匂わせて、でメグウィンさんがまあ炎上したということがあったんですよね。まあ、そのこうメグウィンさんもファルメテもね今はもうねちゃんとこう3人で話し合って、まあ、解決して、で、まあ、あのファルコンさんはファルコンさんで自分で YouTube 始めて、でメテオさんはメテオさんでなんかホストで働き始めたと。でメグウィンさんはいつも通りのこう動画を出すみたいなね、まあそういう流れになってきて、まあ結構こう大団円な形でまあ終わったという、まあ、事例なんですよね。でまあ結局まあ2019年ね、まあ、1月からこう11月まで、まあ、いろんなこう YouTuber が炎上してきて、まあ、ざっくりね、まあ、まだまだこうなんかあの拾えてないね YouTuber のこととかもねあるとは思うんだけれども、ざっくりまあこんな感じがね、まあ、いろんな YouTuber というか人気 YouTuber が炎上したなっていう感じでございます。はい、まあ、もしねあのこの動画がいいと思う人は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、みずにゃんでした。ぜひねあの動画の感想とかね、コメント欄で、書いてくれたりとかしたら嬉しいです。それでは、じゃあね。